久保さん、久保さん、例のやつ、例のやつにしときましょうか <laughs>。これ超でかいですけど、これ、めちゃでかくないですか、久保さん、これ。<laughs> これねの、サウンドバーでございます。こちらですね。はい。こちら、でけえ。 ちょっと設定しましてこれアレクサついてるんですよねアレクサ歌ってみてあちょっと元気ないなアレクサ歌ってアレクサ歌ってさっき歌ったんですけどねあ歌った アレクササ止めてはいアレクサ,止めて、はい、ア,レクサアレクサが来ましたまたいつでもどうぞあまたいつでもどうぞっていうすごくないですかこ上に今設置してるんですけど横尾さんマイクの感のくそいっすね上にスピーカーあるんですよあのロフトの上に それだけどマイク拾うっていうねどんなマイクやねんっていうでもね久保さんこれ買ってね今まあアレクサの設定はできたんだけどあのあのね一つやらかしましたね <laughs> やらかした僕あのプロジェクターとこれをねセッティングしたかったんですけどプロジェクター今までブルートゥーススピーカーをつなげてたんですよ これねまさかの Bluetooth 入ってなかったっすね。<laughs> いや、Bluetooth 入ってないんだみたいなね。だからこれはあのテレビ用のサウンドバーであの基本は HDM 端子でつなげてリンクさせるっていうのが、まあ、基本ベースでなんですよねそう。だからプロジェクターと接続する時は今いろいろちょっと調べてるんですけど。 ちょっと難儀ですね。<laughs> どうしようかなみたいな。まあ、あの Wi-Fi で音楽とか聞いたりとか、あの、なんだまあ、いろいろできるんだけど、まさかの Bluetooth がないっていうね。<laughs> これ、こんなでかいのに Bluetooth 入れてもいいやんみたいな。まあ、でも、いい音で、Bluetooth はいい音ではないから、まあ、設計上、いい音で聞きたいんだったら HDM で繋げと。これドルビー ア,アツモだかななんかドルビー、ドルビーなんちゃらっていうね、入ってるんですよ。そ<う>で、それはやっぱ HDM で接続しないとき、なんかいい感じで聞けないと思うんで。いやー、ちょっとマイチングゲールですね。今からちょっと、あの、今検索しまくってるんですけど。<laughs> まあ、僕は何が言いたいかっていうと、まあ今、今、いろいろ情報を調べてるんですけど、結局ね、情報が全てなんですよ。だからこれ買ってもね、うん アレクサの設定の方法も、これね、ちょっとめんどくさくて、アレクサの設定も、ね、30分ぐらいかかったんですよ。なんかこの、この、ソノスっていうアプリがあって、アレクサっていうアプリがあって、まずそのソノスとソノスのアプリにアレクサのアプリを連結する、で、アレクサのアプリの中でもソノスと連結させるっていう、このなんか相互に連結させる必要があるんですね。く で、ようやく今、つながったんですけど。<laughs> だからこれは問題解決するためには、僕はいろいろ情報を調べてね、結局情報を見てるわけですよ。で、まあ、まあ、これからね、まあこ、この、買った人いると思うんで、アレクサの設定方法とかね、これから動画バンバン撮っていくんですけど、あと、これとプロジェクターをつなげるためにどうすればいいのかとか、これに Bluetooth 入ってないよとかね。 いろいろもう発信できるなっていう。もうネタがもうこれ、ね、こ6個ぐらいで、これ買ってネタ6個ぐらい出てます、ね、今もう。<laughs> まあ開封動画撮ったんですけども。やっぱね、情報がもう全てだなと思いますよ。本当に。何やるにしても、まわ、あ、かんないじゃないですか。これも僕初心者なんですよ。今日、今日ね、設定して、今日初心者ですよ。だから、わかんないんですよね。うん。だかこれ、アレクサついてますよってなっても、まあこの、 amazon が出しているアレクサ専用の機械だったらまあまあもうアレクサなんですよねだからまあもう設定は比較的簡単だと思うけどもこれはアレクサがオプションで入れられるよみたいな感じなんですよまあ google のやつも入れられるんだけどもだからな,なんかコめんどくさいんですよ <laughs> いやでもね音はねまあ音楽聴いたんですけど僕はその なんで買ったかっていうと音楽も聞きたいんですよねで音楽もあのまあ今ね PV いっぱい出てるんで PV 見ながらその音楽でこれいい音で聴きたかったんですけどまあでもプロジェクターとリンクできないっていう今問題があるんですけどその問題もね情報でね解決しますからもしくは情報で解決できないんだったらあ物を買いますね接続せなんかあの なんか今調べて1個ブログがあって、プロジェクターと接続するためには違う別ケーブルが必要みたいなね、なんか書いてあってるやつがあるんですけど、だからそのケーブルを探したりとか今、どうつなげようかなっていうのを模索してるんですけど。だからその何かそのね久保さんがマージャン店をこう今に至ったっていうのも、結局新しい情報なんですよ。新しい情報。 このもし新しい情報に触れていなかったら久保さん、今の久保さん、ないですよ。マージャン店で働いていた情報しかなかったら、もう一生マージャン店のおっさんで、借金まみれで、たぶん潰れていったでしょうね。でも、ここに新しい情報っていう概念が入ってきて、ネットで稼げるんだみたいなね、スマホアプリで自分できるんだみたいな概念、情報入ってきてで、その情報に触れて、ライブに参加して、最初はね、広島の久保ですみたいなとこからね。 入ってたんですけどだから情報しか人を救えないのかなと思いますね。情報しか人を救えないと。まあ、他にも救えるものはあるかもしれないけども、まあ、情報が全てじゃないですかね、うん。だから情報ビジネス、情報を扱うっていうのが、やっぱすごく大事なことだと思いますし、あのー、さっきね、そ YouTube で、なんか、コロナ、あ、そのなんか、お盆じゃないですか。で、お盆で帰省しますかみたいな。 やややつつの街頭インタビューのやつなんんかやってたんで,すよで、すまあほとんどの人は帰省しないと。で、その中で女性の方がそのおばあちゃんとそのやり取りするために LINE のやり方を教えてあげたみたいな。で、LINE のや,やり方を教えてあげてできるようになって今や,や,やり取りしてるみたいなね。だそれもおばあちゃんにとっては LINE のやり方分かんないんですよね。LINE のやり方の設定の情報が分かんないんですよ。でもその情報が分かってできるようになると。 お孫さんとね、LINE のやり取りができるっていう。新しいイノベーションですよね。うん。おばあちゃんの中の新しいイノベーション。LINE ができるっていうね。でもそのイノベーションの原型は何かっていうと、新しい情報っていう、ただそれだけなんですけど。<laughs> うん。だから自分の人生をかえ変えていくためには、新しい情報をどんどん入れていくっていうことが大事かなと。まあぶっちゃけね。 あのアレクサって必要ないんだけども新しいあてあの概念ですよねこれを入れることによって生活がまたちょっと変わりますよもうだからほんとね今ほんと使ってまだ使って数分なんですけどすげえなっていう <laughs> 便利だなっていううんそうまあ今後どん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 新しく入ってきますからねまあこのスマホもねシリっていうの入ってますけど 僕、あんまし、まあ、久保さんシリーリほとんど使ってないんですよ。もこれアレクサはこれちょっと結構いいんで、どんどん活用して、でアレクサネタの動画も撮れますから。<laughs> アレクサ、前に億万長者合宿でご紹介したんですけど、アレクサとの対話してる YouTube 動画もあるんですよ。ですごいんですよ。こ巧妙に作られていて、アレクサにセリフをもうインストールして、この漫才みたいにしてるんですよ。超すごいんですよ、これ。 結構バズってるんですけど、再生されてるやつ、まあ再生されてないやつもあるんだけども、すごいですよ。漫才みたいになってて。うん、アレクサ、歌ってみて。ちょっと、アレクササンバですね。アレクササンバ。<laughs> これ、生活にいるかっていうとね、ネタとしていいんじゃないか。<laughs> 久保さん。 アレクサ,サンバー、アレクサ止めて、アレクサ止めて、もうアレクササンバー、歌い出しますよ、アレクササンバー。ね、久保さん、あの、群れないけど、アレクサはいるっていうね、はい、久保さん、やっぱ今からロボットの時代ですよ、人よりね、アレクサですよ。 久保さん、もう何も文句言わないですからねアレクサは多分ね、あのー、うまく答えられませんあうまく答えられない,ごめ,ないごめんなさいってよあの言ってくれますよ <laughs> あの人はね吉谷さ,さんが帰らないから帰れないんですよってご不平不満言うんで <laughs> アレクサはね多分あんま言わないんで多分まあ言うかなまあギャグで言ってくるかもしれないですけど今後ね私を休ませてくださいみたいなね いや、久保さんすごい時代になりましたね。ほんとに。やばいですよ。うん。はい。ということで、例のやつが来ましたに、ね、しときましょうか。いってらっしゃい。